ボルボ740は1984年から1992年にかけてボルボが製造していた4度ン、およびエステートと呼ばれるステーションワゴンである。先に登場していた6気筒エンジン搭載モデルの760の装備などを簡略化した廉価版で実質的に240の後継者という位置づけであった。1984年にデビューし、 日本やアメリカ市場には1985年から導入された。当時のライバルはアウディ 100C3 だった。740の4は4気筒エンジンを意味し、ボディはトップモデルで6気筒エンジンを搭載した760と共通のものの、エンジンをベーシックな直列4気筒に絞り、各種装備の簡略化やクロームパーツなどが省かれた。この700シリーズから燃料タンクが リアアクするより前方に配置され、ひつい突時のタンク破損に禁する車両火災のリスクを低減している。また、サブマリン現象対策として前席シートベルトのアンカーが通常のボディサイドシルブではなくシート本体から取る方式に改められている。登場から10年を経ていた240の後を受け継ぐモデルとされたが、より安価なモデルを求める層の要求に応えるべく。 240も、カイグレードのみに縮小しつつ併媒された。外装は760とほとんど共通の衣装だったが、タイヤサイズが異なるほか、アルミホイールのデザインを別のものにしていた。1989年に実施されたマイナーチェンジで、ヘッドランプやフロントグリルがデザイン変更を受け、さらにセダンのテールランプは780と共通性を。 感じさせるタイプに変更され、専用衣装となった。ターボモデルは940と共通の横長のヘッドランプが与えられた。1991年にはビッグマイナーチェンジ版の940や240の後継モデルとなる850も登場しており、740のラインアップは徐々に縮小され、1992年を もって940に完全移行した格好となった。エンジンはシムケチにより直列4気筒のガソリンとディーゼルが搭載されたが日本に正規導入されたのは2.3リットルのガソリンのみでナトターボがラインナップされた。ありがとうございます。